2010年じゃないですね、2013年の2月の3日、あ、節分じゃないですか今日は。2月の3日、今日私はですね、大阪の横浜からはるばる江南までやってきました。というのはですね、冗談ですね。昨日まで鳥取に行ってまして、今日は帰ると帰る、まあ明日仕事があるんですけど、ちょっと中日でですね、大阪の堺のですね、ブログの友達に会いましてですね、で、ご覧ください。この、今日は 5台ですか、総勢。以前に年末にも、東京の知り合いでスカイツリーのたもとでオルゴールの鳴らし会をしましたけども、今日はですね、大阪でですね、鳴らし会をしています。それでですね、一つ新しく素晴らしい低音のオルゴールがですね、今日はお聞かせすることができます。まあ、まず自分のね、持ってるやつから、いつものやつからお聞きください。ちょっと音量が大きかったですね。ちょっと音量をね、調整します。まあ、いや、次行こうか。これはいつもの。はい。音飛びしてますね。それでですね、この3つのオルゴールが、友達のオルゴールなんですけれども、どれからどれもいいんですけど。これが2556、京都社のね、オルゴールです。これが、このシールが特徴で、これがですね、とてもいい音がします。とてもね、乾いたね、パリッと張りの効いた音が印象的ですよね。何回も何回も鳴らしたいですね。いや、素晴らしいですね。本当にやっぱりね、タンタランって始まった時にもう雷鳥とか黒潮思い出しますね。それでですね、これがですね、506号の鹿児島上がりのオルゴールなんです。まあ最近ね、つい最近、昨日ですかね、昨日このね、運がよく見つけられたオルゴールってことですけど、これがですね、まあとにかく聞いてください。もう音質とね、最後のこの響き、もう言うことないっていう感じなんです。まあ唯一、まあ聞いてお聞きになられて分かったと思うんですけど、唯一まあ言うことがあるとすればですね、低音部分の伴奏のふん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 までの音が鳴ってない状態なんですね。ただこれまあ、昨日ね、手に入れられてまだ詳しく見てなくて、まあ、掃除はされた状態なんですけど、これ私はですね、復活すると思うんです、音程が。なぜかというと、この音を聞いた時に鍵盤自体は腐食で死んでない、若干かすかに音程が聞こえる鍵盤もあるんですね。例えば、この音、このリン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 の音なんですね。もう一回聞いてください。あ、私が喋っちゃうとオルゴール聞こえないですね。すいません。もう一回、今度黙ってます。
今はっきり分かりましたよね。もう一回いきますよ。注意して聞いてください。これが鳴ってるんですね。ですから音程は死んでないので、おそらくオルゴールのこういう鍵盤にですね、鍵盤と鍵盤のこの間に油が付着した鉄粉とかネジの切りくず、製造時に出たので切りくずとかこういうものが付着して響きが失われているがゆえにこうなんだと私は思います。ですからね、これまあ今日これまた、まあ、別れたらですね詳しく見てみるということですけど、とっても楽しみです。でこの隣にあるオルゴールがですね、これはこれもね本当にこれ喋ってると延々と時間経っちゃうんですけど、鉄道商家のオルゴールっていうのはですね、1400番から1500番のぐらいにかけて作られたものの中にプラスチック、一部分プラスチックで作ってあるドラムの回転する部分がですねプラスチックで作ったらオルゴールがあるんです。でそのオルゴールに使われている機械なんかは全く別のものなんですけど、例えばこのゼンマイが巻き切ると普通は止まるんですけど、この止まる装置がついてなかったりとかいろいろと違う部分はあるんですけど、ただ音色はね素晴らしいんです。でこの中に入ってる1469でしたね、1469のオルゴールもこれもですね樹脂のオルゴールでして、まあ今ちょっと壊れてしまって音が聞くことはできないんですけれども、とにかくね素晴らしいんです、響きが。私の持ってるまあ高音なんかもありますけれども、これよりもねはるかにいい音がするんですね。まあちょっと名盤がですね53年ですね、1469とね、まあ、手で回せば聞けるんですけども、まあ、ちょっと今蓋がね閉じてますけれども、まあ本当にね素晴らしいんです。もう一回行きましょうか。これね、これ聞いてるとね本当雷鳥2号を思い出すんですよね。まあこれ鹿児島ですけども、自分で勝手に雷鳥にしてますけれども、本当に素晴らしい。ちょっと今思いついたんですけど、ちょっと持ってていただけますか。これね方向によってですね、たまにこの回復処理する場合があるんですね。今方向によっては改善というのはよく分からなかったんですけれども、ただ、はい、ありがとうございます。ただですね、こうやって低音の伴奏がなかったとしても残ってるものだけで十分素晴らしいと自分はね思います。うん、どうでしたでしょうかね。本当にね素晴らしいです、ね、オルゴールのこの奥の深さといいますかね。まあね、でそれでオルゴールっていうのはですね、機械に近づけてこの録音媒体を機械に近づけないで機械から遠ざかし来た時はね、またねより車内に近い音がするんですね。ですからこうやって我々いつも聞く時はこの機械の近くで
聞いてるんですけど、機械の近くだとどうしてもスピーカーの音とこの音とね、合成された音で入ってきますけれども、実際車内で皆さんが録音されてるようなイメージというのはやっぱりね、スピーカーの近くの方がいいんですね。だから自分もたまにですね、違う部屋にオルゴールを置いといて、スピーカーを違う部屋に置いといて、ボタンを押した瞬間にダッシュしてですね、でも最初は聞けないんですね。だからいつかですね、マイホームを持った時にですね、オルゴールをですね、玄関につけて宅急便の人にね、鳴らしてもらおうかななんて、それが夢なんですけれども、まあ本当にね、素晴らしいですよね、鉄道消火オルゴール、ね、まだいろいろな、ね、ものがあってですね、多分まだいろんな日の目を見てないものがね、たくさんあると思うんですね。この前は何番でした？55番でしたっけ、オークションで、ね、出てきた73番のオルゴールなんかが出てきたりして、もしオルゴールが欲しい方はね、本当に手に入らないってことはじゃないと思いますね。それにかける気持ちだけだと思うんですね。まあ1万円とかね、5万円とかしますから、学生の人にはね、とても手が届かないなんて思ってしまいがちですけれども、でもそんなことありません。お年玉でもね、何でもしっかり貯めて、それにね、準備して、自分の気持ちがそれに向かっていれば必ず手にね、入るんです、ね。まあこういうことでですね、まあいろいろ喋りましたけども、まあ最後にですね、また一通りですね、音をですね、楽しんでいただきましょう。若い順、新しい順、あ、でも新しい、最後にこの二つをね、持っていきたいですけど、じゃあ私のやつをね、いつもおなじみのやつをどうぞ。続いてこれが番号の知らない、この縦付けですけど横置きと言われているオルゴールです。で次にですね、5065です。素晴らしいです。九州です。いいですね。タラララン。いやー、素晴らしいです、ね。今回はですね、オルゴール5台ですね。まあ、これも、ね、後々ですね、音が聞ける機会がね、巡ってくると思います。素晴らしいですよこれ。以上でですね、2013年の2月の3日節分のオルゴールの何ですかね、演奏会、オルゴール鳴らし会を終わります。ご覧いただきましてありがとうございました。